こんばんは、ドライトニュースの時間です。先日統合版マインクラフトの PS4 版でプレイステーション VR 対応となりました。以前ライブ配信で VR を使ってマイクラをプレイしてみました。感想としまして、スティーブの目線になって動くので、目の前に建築物やモブなどがあり、臨場感がありました。さらにブロックも大きく見えて、山や大きい建物ももう見上げてるって感じですね。動画を見ている分には普通に見えるかもしれませんが、 VR 越しではこれの 2,3 倍くらい大きく見えます。背の高い草も目の前にある感じで、取れるんじゃないかっていうくらい近いです。そして洞窟に入った時は本物の洞窟に入った感じがして、冒険している感が出ました。廃校に入ったらこれは面白くなりそうですね。これはやってる本人にしかわからないかもしれません。そして一段ジャンプするのが本当にジャンプしている感じでした。泳ぐ時も全身水に入った感覚になって、マイクラの中に入った感じになりました。エリトラで飛んでいる時はめちゃくちゃ速く感じます。落下している時なんかもう恐怖を感じました。足が震えますみんなもぜひやってみてください。 VR の良い点として、弓の攻撃でエイムがものすごく合わせやすいです。顔を動かすだけで合わせることができ、細かく調整できるので狙いやすいです。コントローラーやマウスよりも合わせやすいかと思います。悪い点として、酔いやすいところです。30分近くやりましたが気持ち悪くなりました。長時間のプレイは禁物です。ということで、今回はマイクラ VR についてまとめてみました。まずオンラインでプレイしようとすると、すぐにエラーが出て、一部のプレイヤーはクラッシュしてまともにプレイができませんでした。しかしバージョン 1.16.60 のアップデートが PS4 に来て、エラーが修正されたようです。今では普通にプレイできるかと思います。そして VR に切り替えるときに、タイトル画面で三角ボタンで切り替えることができるようです。 VR の電源を入れて装着すれば OK です。 VR モードのときにタイトル画面で三角ボタンを押すと終了することができます。ゲームを始めまして、視点を変えますが、リビングで見ている感じのリビングモードがあり、操作方法は通常プレイと変わりありません。そして視点を変えると没入モードに変わります。これは頭で視点を動かすタイプで、自分の直感で動かせるので楽かもしれません。特に弓の攻撃で狙うときは合わせやすいです。体ごと左右に動かすときは右スティックでやりますが、1回30度ずつ回転するようです。これは操作に慣れないといけませんね。上下の視点はコントローラーではできず、頭を動かしながらやる必要があります。そして VR の細かい設定です。設定に新たに VR に関する設定が増えました。ここで VR の調整をしていきます。まずリビングルームモードの変更で、中央カーソルという項目があります。オンのままだと通常プレイと同じように操作ができ、オフにするとリビングモードでも頭を動かしてカーソルを動かすことができます。リビングモードでも直感で動かせることができます。続いてイマーシブ没入モードの設定で、カメラ操作のスナップは右スティックで角度調整するときにこのように30度ずつ回る感じになりますが、これをクラシックに変えるとこのようにスムーズに回ります。ただこのクラシックにするとかなり酔いやすくなりますので、酔いやすい方はスナップにしましょう。続いてスナップの角度です。これを90度にすると、右スティックで角度調整するときに一気に90度回ることができます。次に可変スナップ角度ですが、これをオフにすると必ず90度回るようになり、これをオンにすると軽く傾けると30度回り、勢いよく弾いて傾けると90度回るということです。可変スナップ角度は入れて90度に設定した方がいいですね。緊急で回るときはスナップで回りましょう。スナップサウンドはこちらです。シュッシュというサウンドを鳴らすか鳴らさないかということですね。続いて操作で、直線移動は速度は一定になり、すべての加減速が無効になり、クラシックは通常プレイと変わらない移動のようですが、どこが変わっているのかよくわかりませんでした。続いてジャンプですが、直線移動はこんな感じです。そしてクラシックはこんな感じです。
直線移動は頭を打ったような感じで急に上がって急に落ちるって感覚で、クラシックは弧を描くようなジャンプの仕方って感覚でした。クラシックのジャンプは通常プレーな感じですね。続いてヘッドステアリングです。視線を追う設定にすると自分が見ている方向に必ず移動ができます。ジグザグ移動ができるということですね。そしてプレイヤーの視野から見るは、移動している時にキョロキョロしても視点の方には移動しないようです。前に移動しながら横を見たり後ろを見たりできるということです。止まって移動するとその方向へ移動します。これは好き嫌いが分かれる設定ですね。続いて掘削カーソルの固定です。ロックオンは採掘している最中は顔を動かしてもそのブロックをずっと掘り続けます。これを無効にすると掘っている最中でもカーソルが動いてしまいます。無効の状態は掘っている時はずっと見続ける必要がありますね。これも好き嫌いが分かれますね。続いて HUD の位置です。ドリフトはホットバーなどがついてくるって感じで、これを固定にするとその位置で固定されます。マーキノってやっても固定されたままです。ドリフトでマーキノってやると HUD が縦になり、このような違いがあります。最後に HUD の距離です。これの数値を小さくすると HUD が手前に来て大きく見えます。これの数値を大きくすると奥に行き小さく見えます。ここは動画として見やすくするには調整が必要ですね。以上が VR の設定の説明でした。そして VR のバグを発見しました。設定の遊び方を見ようとして読み込んでいる間に横を見ると、異次元世界が見えてしまいます。読み込み中で世界が止まってしまいおかしくなったのでしょう。これは仕方のないバグかな。ということでマイクラ VR についてまとめてみました。設定方法は少しだけでも変えた方がいいですね。動画で見ている側と実際にプレイしている側では全く見え方が違いますね。明らかに実際プレイしている側は大きく見えます。皆さんも VR をやってみてください。以上現場からでした。ということでマイクラ VR についてまとめてみました。オンラインができないバグは修正されたので良かったです。これでプレイステーション VR の売れ行きは上がるのでしょうか。12月3日に発売の電車で GO も VR 対応なので、これもやってみたいですね。マイクラ VR でハイブなどのミニゲームをやるとどんな感じになるのか楽しみですね。それでは良い一日を。